どうも皆さんこんんんここにちはこんばんはばナッツです、えー、本日はボーダーランズダブルデラックスコレクションについてちょっとお話ししていこうかなと思うんですけども、えー、ダブルデラックスコレクションといえば6月5日から PS プラス加入者限定で約1ヶ月間ね100円でえ販売されるゲームになるんですけども、まあ、9月にね新作が出るのでそれに備えて購入される方はたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、まあ、詳しくはね別の動画で お話ししてるんですけどもこのダブルデラックスコレクションっていうのは本編が2つ入っておりますまあ DLC もね全て入ってるんですけどもボーダーランズ2とボーダーランズプリシークエルというのが2本入ってるんですがまあ起動した時にねまずどっちを起動しますかっていうのが出るんですけどもその時に皆さんねまあボーダーランズ無印を遊んだことがあるけど2遊んでないよとかそもそもボーダーランズシリーズがね初めて遊びますっていう方もいらっしゃると思うので その時にどちらを遊ぶべきかって非常にね、えー、悩むところではあると思うのであくまでも個人的にっていうのとちょっといろいろね調べてみた感じどっちから遊ぶのがいいのかなっていうのをね今回はお話ししていこうかなと思います、えー、9月にボーダーランズの新作ボーダーランズ3が出ますが今まではボーダーランズボーダーランズ2ボーダーランズプリシークエルと来たんですけども、えー、このプリシークエルっていうのはまあ他と違うところで言うとナンバリングされてる作品ではありませんというのも、えー、内容としては えー、ガイデンみたいななものになっております、えー、今のところ発売は一番新しいものではあるんですけども時系列でいうと1と2の間に入りますそしてちょっとボリュームも少ないので個人的にはボーダーランズ1.5みたいなポジションかなと考えております、えー、2なんかと比べるとプリシークエルのボリュームは半分から3分の2程度だと思っております そして、えー、1とか2の非常にね、まあ、ボーダーランズシリーズって結構評判がいい、えー、ゲームではあるんですけどもプリシークエルだけ、まあ、ちょっと滑ったかなみたいな感じにはなっててそのそこがですね他と比べてちょっと、まあ、クオリティっていうわけではないんですけどボリューム不足だったりこれは1本のゲームとして出すのはどうなんだろうっていうちょっと大型な DLC だったりアップデートで入れてもよかったんじゃないかって一部では言われてしまうぐらい。 えー、ちょっと1とか2と比べると見劣りしてしまう部分があるそんな作品になっておりますなので、えー、ここではねボーダーランズ2からプレイすることをおすすめさせていただきます、えー、やっぱりボーダーランズっていうのは、えー、がっつりなハクスラ系をこの FPS の世界観に綺麗に落とし込んだゲームだと思っておりますので2をねプレイした際にまあストーリーを一周して でま,またねあのレベル上げがてらにもう一周行ってでそこからさらに、えー、DLC とかでハクスラ要素をどん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 楽しんでってもうねたくさん時間かけて遊んでいくものだと思うんですけどもそれでまあもうレベルも満足してでもう好みの本当に強い装備集まったなもうやることないなってなった時に、えー、特別その時にやるゲームがなければ、えー、プリシークエル遊んでみたらいいんじゃないかなっていうぐらいに個人的には思っております。 なので、えー、ダブルデラックスコレクション買った際は、えー、2を主体で遊んでいくのがいいかなと。あくまでもプリシークエルっていうのは、うん、ガイデンみたいなものですので、えー、おまけぐらいに考えといてもいいのかなと思います。まあ、やっぱりボリュームがね、他と比べて少ないだけ、どうしてもちょっとね、 えー、やり込み要素が少し少なく感じてしまう方もいらっしゃると思いますしあと結構言われてるのがちょっと世界観というかステージみたいなのが全体的にちょっとかぶってしまってどこに行っても似たような景色に見えちゃうからうーんっていう意見も結構あったりするんですよね。プリシークエルっっていうのはちょっといっ 1一作だけ世界観が他と違ってちょっと宇宙空間無重力の空間みたいなところが舞台になるので全然世界観が変わってくるんですよねシステムも少し違う部分があったりとかするのでとりあえず、えー、今回のねセールで購入された方は、えー、2からじっくり遊んでもう2やり,きやりきったなやり込んだなっていう方は、えー、その後にねプリシークエル検討してもいいんじゃないかなと思っております。 ま,あですのでまとめると、まあもう一言なんですけども、ボーダーランズは、えー、ダブルデラックスコレクション買った方は2から遊んでいくのがおすすめかなと思っております。まあ、とはいってもね、えー、2めちゃめちゃ面白いので、かなりやり込めるゲームになっております。えー、おそらく確か新作が9月10日かなぐらいに発売されるんですけども、その発売までにがっつり遊んで、 しっかりね、予習もして、えー、ボーダーランズ3発売された時にいいスタートダッシュが切れるように楽しんでいければなと思っております。そして、えー、このチャンネルでもね、ボーダーランズ2の攻略動画だったり解説動画、今後ね、作っていこうかなと思っておりますので、よかったらチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それでは本日の動画はこれで以上となります。ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画で。またね、バイバーイ。